庶民でございます。今どこ来てるかというとですね、兵庫県の霞町にあるですね、去年に引き続きですね、カニの宿宮田さんに、来させていただいております。メンバーもね、去年と一緒で、うちの親父とですね、うちの実のお姉ちゃんもですね、3人で来ております。はい、でですね、去年と違うところは、で労働が、コンテンツをですね、5割増しぐらいにしてみました。はい、それではどんな動画になってるんでしょうか。しゅおめでとう、もう長生きやな、お父さんが元気でいてくれてありがとうや。いただきます。お父さん、お刺身の取り方分かる？これ言われたやつは食べずに刺身やってたもんね。去年言ったよ。ブリブリ。あとでじゃあ、あとでじゃあ、どういうのさせる
ちょっと楽しみ。なんかね、あ、そう。これでパクッとなったらもうバッチリ、あ、詰めろって言った。すごい。最大の理由はね、ご飯食べて、お風呂をね、ちゃんとした、温泉みたいなお風呂に入ろうと思うとね、大体ね、1人ね、5万円ぐらいかかる宿が多いんですよね。でね、じゃあそういうちゃんとしたホテルではなくて民宿でいいかなと思って、3年前ぐらいから民宿選んでおります。その中でですね、民宿って1階が食事場になっていることが多くてですね、宿泊が2階以上っていうところが結構多いんですが、親父がねちょっと足が悪くなったのでですね、1階に部屋がある宿っていうのをね選んでいくとですね、結構ね絞られてきます。ということで2年連続ですね、宮田さんの方に、ご厄介になってるというような感じでございます。皆さんもね、もし、足が悪いご両親と一緒にカニを食べに来るというようなことがございましたらですね、その選択肢に選んでいただければいいかなと思っております。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。